やー、まあでもここでこれってこういうのができて、なんか感が極まってます。なんかその YouTuber とか VTuber っていう、その一応同じ同業者っていう中で、ここまできちんとしてるところは見たことなかったですし、僕は。そうなんです。僕もこれだけ言えるのは、YouTuber なんですよ。結局何かやってて、仕事やってて、何かやってるって YouTuber を片手間にやったとかじゃなくて、YouTube なんですよね。YouTuber なんですよ。いわゆる、まあ、V なんですけど、はい、そこは自信持ってるところなんですよね。うん、まあ、その何言うとしたら、俺太郎は漫画家崩れですけど、でもそれだけでこのアニメーションにつながるんですね。そう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 。いろんな人のそういうのが詰まって結局こういうのができる。僕はその YouTuber とかが、うん、からのこういうお店でちょっともっともっとバズって規模が大きくなってみたいな。あの可能性としてはありますよね。結局あの僕らでもなんとか生活できてるじゃないですか。あの皆さんね、これ全員が でもそうじゃない人たちが多いから、みんな YouTube やればいいなんて簡単なことは言わないですよ。そうですね。でも僕らやってると YouTube の配信者じゃなくてそれ以外の仕事って出てくるんですよね、やっぱり。そうです。あの裏方になっちゃうけど、それこそ僕今やるのは字幕が作れるように編集ができるようにっていうことだけできるだけでも飯は食っていけれると思いますよっていうことなの。うん、大変だけど配信者とかでも、その録画、配信録画を切り抜きしてテロップつけるだけでも、やっぱり今、そう。ね、ひろゆきさんとか。そうです、そうです。あれが一番ですからね。そうですね。だから、その技術だけでも、だって、それはいいわけで、それは僕の切り抜き作ってくれて、半分くれるのもいいですよ。例えばね、例えば、だから、それは自分でやらないと。で、よく YouTube 教えてくださいって教えれないですよね。そうですね。教えてもらうんじゃなくて、意欲を出して、その自主的に何か自分で生み出そうとしてる人っていうのが、ここまでやったけどこれどうするんですかならまだ分かる。そうですね。これどういうふうにしたらこうなるんですかとかっていうなら分かるんだけど、教えてくださいって言われてもね。そうですね。僕もよくあのラップを教えてくださいって言われるんですよ、うん、DM とかで。俺聞きそうになったけど言わんかった。ラップ教えてくださいって言われて絶対返すの、じゃあラップしてくださいって言うんですよ、うんうん、一回ラップ、あのラップ講座俺聞いたもん。ああなるほどなと思ったけど、やっぱり世代間なんで、僕らはやっぱり温度とかリズムがやっぱり演歌で入ってるから、このもみではさこの世代なんで、どうしてもうーん考えて、一回そのラップの詩っていうか何て言うんですか、リリックですね、一回やったんですよ。ただの悪口の悪口が並んだだけになっちゃって、ディスになっちゃいます。そう、これはかんなと思って、僕は基本ディスっていうのをしないんですよ、うん、ピースな歌を作っていく。そうだから、なんか思ってることを並べていったんですよ、そしたらただの意地悪コメントになっちゃって攻撃的だし、そうこれは無理だと思って、あの物は書けるけど、あ違う才能なんだなと思って。あまたそうですね、その歌詞の書き方が他の演歌だったりロックだったりバラードとはまたちょっと違う。だってあの普通の演歌のこう言っちゃいけないけど、ピースが決まってて使える言葉はもう限られてるんですよ、歌の中って。好きだとか愛してるとかてめえこの野郎はないわけで、そうですね、濁点もないわけで、そうするとここにはまる言葉って限られた中でどうするかなんですよね、実は。しかも演歌とかその他の楽曲ってヒップホップに比べて歌詞の数が半分以下なんですよね、文字数が。だからやっぱそうもう限られたところに埋めていくっていう、そんな言っちゃうとね、もう真面目にやってる人たち怒られちゃうけど、僕もやってて、あそうかって制約があるんだな。そうですね、その縛りはありますね、うん、だけどね、そこに行くとね、うん、いやなかなか音楽とかもいろいろやって、結構多ジャンルに長雪太郎さん手伸ばしていってるんで、僕からしたらちょっとワクワクですね。あのとりあえず文京カフェとりあえずやるっていうか、もう TikTok とかね、インスタとか伸びないけどやってるの。伸ばそうと思ってないの、逆に伸びちゃ困るんで。だってそこあの TikTok に伸ぶあの15秒のところに思いっきり言ってたら YouTube が遅くなっちゃうんで。そうですね。だから1000人登録いけばいいと思ってる全部、はい、でなるべくフォローもしないで、あの限られたフォローでタグ付けもできず、せずに写真だけでどこまで行くかっていう。はいはいはい、なるほど。だって懲役太郎を使って伸びるのは簡単な話なんで、はい、YouTube で宣伝すればいいんだけど、僕一回も言ってないからね、TikTok お願いしますっていう、はいはいはい、うん、
で、ここまでだったらすごいと思いますよ。何、うん、ね、紹介されてたら、もう、あとはコロナですよね。この時代が時代なんで。ぜひともでもこの動画見てる皆さん、ほんまにあの紹介してるダイジェストの動画とかでも説明してるんですけど、ほんまに来てほしいですね。あのここじゃないと味わえないもんっていうのは間違いなくあります。ここじゃないと無理っていうのはあります。他ではメイド喫茶とか行けば似たようなことはあるかもしれないですよ。お金払った分何かしらのサービスを受けれるかもしれないですけど、親父になれる、頭になれる、兄貴って呼ばれるのはここだけですね。で、鉄管ビールとかね、ああいう他の商品、あのここでしかないようなその発想ですよね。そういうサービスがあるっていうのがやっぱりあのオリジナルっていう部分ではやっぱり YouTuber としても僕もあの尊敬してるんで、喋るうまいな。いやいやいや、ほんまにすごい、もう、でも喋るうまいな。20代だったらそうだな。だから本当前も話したんだけど、僕が君たちの年だったら同じことやるなら、やっぱり音楽だのしかないんだよね。そうですね、今音楽で真実を言うっていうのが、うん、僕もそうですね。ね、いや、ある、いっぱいあると思う。あるけど、選択肢としてこの過去にね、そういうことになっちゃうとだよなって、うん、僕 YouTube はあくまでそのエンタメというか、うん、コメディー、そのそのやらせとか嘘とか、うん、その台本ありきのこ、うん、いろんなものを含めて面白いバラエティーとして YouTube やってるんですけど、うん、やっぱ音楽は真実を歌うっていう意味で、ね、ヒップホップなんで、うん、リアルでやってるんですよね。なんでまあ、あのチョイキタロさんのチャンネルとかでもいろいろ触れてたヒップホップのこととかもそうですけど、もうとにかくあのこれを見た方はチョイキタロさんと任侠カフェでおよび懲役レコードっていうものもありますので、僕も過去動画のリンク貼っときますので、そこからぜひ見ていただけたらなというふうに思います。ちょっとあの勝手にまとめさせてもらいましたけど、まとめてるな。いやいやいや、もうほんまに今日ありがとうございます。いや先輩ありがとうございます。いや、お久しぶりにお会いできて勉強になりました。いやいや、やめてください。もうこんな僕もちょっといつかやってみたいなと思うんですけど、たどり着ける気がしない。たどり着かねえな。ということで、また皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。